20年後は、アレクサンドル・デュマ・ペールによるフランスの連載小説、1845年刊行、ダルタニアン物語3部作の第2部、第1部、三重誌の続編、第3部、ブラジュロン・ヌシシャクの前編にあたる、第1部、三重誌から20年後の時代の話になることから、題名が付けられた、ダルタニアンと三重誌が、 1648年から1649年のフランスとイギリスを股にかけて活躍する。史実の事件フロンドの乱とイングランド内戦を舞台にする。第1部から20年が経過しており、30史時点で20歳の青年であったダルタニャンも40歳の壮年になっている。教えルイ13世が崩御し、フランス王国はルイ14世の地下になった。かつての旧敵であり、 後の理解者になった、数奇教リシュリューも亡くなった。ルイ14世は、まだ幼く、かつてのルイ13世の妻であり、時のフランス大号、アンヌ・ドートリッシュとその愛人である、イタリア人、マザラン数奇教が実権を握っていた。その頃のフランスではフロンド派が交流し、王室転覆の危機となっていた。マザランは敵対する者を、片っ端から逮捕し、牢獄に入れていた。 リシュリューの忠実な部下であったロシュフォール教も入国されてしまっていた。そのためマザランには敵が多く頼りになる味方を探していた。マザランはロシュフォール教を仲間に引き入れようと格索するが失敗。マザランは獣死隊のダルタニャンと三獣死の過去の活躍をロシュフォール教から聞き及び、ぜひとも召し使いたいと考える。そこで獣死隊の副隊長であるダルタニャンを呼びつけて、 怪獣すると、三獣子を連れてくるように命じる。ところが三獣子アトス・アラミス・ポルトスは、獣子体を除隊していたため、ダルタニャンにも行方がわからなかった。そこでダルタニャンは少ない手がかりを頼りに探し始める。最初に会えたのは、アラミスで、獣者バザンと共に、イエズス会の神父になっていて、見込みがなかった。ポルトスは裕福だが、爵位がないことに引け目を感じていたので、 活躍すれば、男爵の位をマザランから与えてもらえると誘う。アトスは、元の領地に戻り、隠居して、ヒソクラウルと一緒に暮らしており、アラミスと同じく見込みがなかった。結局、ポルトスのみを連れて、マザランの元に戻ると、ちょうど、ボーホール公爵の脱獄の知らせが入ってきた。ダルタニャンは逮捕の役目を買って出て、ポルトスと共にボーホール公を追跡する。 馬を何頭も潰しながらも追いつき、ボーホール校に追いつき、その護衛と対決することになる。ところが、ボーホール校の護衛は、アトスとアラミスであった。実は彼らはフロンド派であり、だからこそ国王に仕えようというダルタニアンの誘いに、剣もホロローであったのだ。ここに、永遠の友情を誓い合った四十子は、敵味方に分かれてしまうことになった。四十子は、 それぞれの立場を理解するために、後日再会することを約束した。ダルタニアンとポルトスは、逮捕を諦め、マザランの元に戻った。約束の日が来て、再会はしたが、決起盛んなダルタニアンとアラミスが仲違いし、あわや決闘という事態になる。そこを最年長であるアトスが自ら武器を捨てるとともに、アラミスにも武器を捨てさせる。ダルタニアンとポルトスもこれには感動し、 仲直りする。そして、敵味方に別れはしても、かつての友情は永遠に変わらず、決して友の体を剣で貫くことはないだろうと4四重子は誓い合うのだった。マザラン派、編集ダルタニャンガスコーニ地方、タルブ生まれの40歳。三重子の最後で、リシュリュ数奇教から重子隊副隊長の位を授かってから、その職を務め続ける。マザラン派、実在の人物。 ポルトス・デュ・バロンド・ブラシュード・ピエール・フォンかつての三重子の一人。重子体を除退後に金持ちの未亡人と結婚する。その未亡人も今はなく、広い土地と年金4万リーブルもの収入を相続する。借位がないのを気にして手柄を立てて男爵の位をもらおうとマザラン派につく。ムースクトン・ポルトスの従者。本名はボニファス。ポルトスに付き従っている。 ポルトスが金持ちになったため、ムースクトンも出世し、領民から尊敬される人物になっている。ジュールマザランタイゴーアンヌの愛人にして、スーキ教を、フランスの全実権を握る。元はイタリア人だが、帰化してフランス人になる。県政を振るい、貴族と対立している。極度の臨職家、ダルタニアンと三重子を懐従し、仲間を増やそうとする。 アンヌ・ド・トリッシュ・フランス対合。幼い国王ルイ14世の摂政も務めるが、マザランのいいなりになっている。三重子から、浮気性なのは変わらず、マザランを愛人にしている。ルイ14世フランス国王。まだ幼く、母アンヌと、数奇教マザランに実権を握られている。フロンド派、編集、アトスかつての三重子の一人。もともと後期ので出会ったが、身分を隠して、 重死体に所属していた。除体後は身分を隠す必要もないので、本名を名乗っている。三重子で最年長であり、最も理知的な人物。自分の名前を告げた際にそれは、山の名前ではないかと言われる場面がある。ミレディを処刑したことに、罪の意識をも持っている。ひょんなことから、シュブルーズ・プ人と通じ、一難を設ける。シュブルーズ・プ人が子供を神父宅に預けたことを知り、 引き取って育てる。グリモーアトスの従者で無口。アトスに命じられて、番宣ンンヌ監獄のごくりになり、ボールホール公爵の脱走を手助けする。シュブルーズ夫人、ラウルの実母。かつて、フランスから亡命する途中で、神父に家を一人よ借り入れ、出来心からアトスと知らずに誘惑する。旅先で、ラウルが生まれたが、亡命の邪魔になるため、神父宅におけ手紙付きで預ける。 亡命する必要がなくなって、自分の手で育てようと消息を尋ねるが、すでにアトスが引き取っており、それ以来息子は、行方知れずとなっていた。ケティかつてのミレディの従者。三十四五は、シュブルーズ・婦人に仕える。アトスは、神父宅で、ケティを見て、自分が情を交わした相手が、シュブルーズ・婦人と悟る。ラウル・アトスとシュブルーズ・婦人の実施。 近所に住んでいる貴族の娘ルイズと将来を誓い合う。自分がアトスとシュブルーズ夫人の実施ということは知らない。シュブルーズ夫人のつてで出兵する。ルイズ・ラウルと将来を誓い合う。アラミスかつての三重子の一人。男性、43歳。第一部三重子の時からの念願が叶い、創籍に見置く。かつてはアラミスと偽名を名乗っていたが、 神父になったため本名を名乗っている。三獣子では、シュブルーズ夫人の恋人だったが、本作までに破局する。ロングビル夫人の恋人、バザン・アラミスの従者。念願かない、アラミスと共に創石に身を置いている。アラミスを、再び重視に誘い、現在の平穏を壊そうとするダルタニャンを恐れる。ロングビル夫人、アラミスの恋人、フロンド派、ボーフォール号。 アンリ四世とガブリエルデストレの孫で公爵。ルイ十三世の崩御後に牽制を振るったが、次第に実権をマザランに奪われ、マザランと対立して、万千ンンヌ監獄に投獄される。牢獄の中で、マザランを馬鹿にする歌を歌ったり、絵画を描いたりするが、脱獄して、マザランに復讐することを夢見る。ロシュホール伯爵なきり主流数奇教の副心。三十史では、 ダルタニャンと対立するが、その後友情を深める。マザランによって、バスチーユ監獄に投獄される。ダルタニャンと三重子の活躍をマザランに進言し、その投用を進めた人物。マザランから、ボーホール公を監視する役目を言いつけられるが、恩人を裏切ることはできないと断る。バスチーユ牢獄へ送還される途中で、プランシェによって助け出される。プランシェ・ダルタニャンのかつての従者。 従者を辞めてからは貸子屋を営んでいた。ピカルディ生まれ。マザランを心よく思っていない、ローシュフォール卿の脱走に加担し、フロンド派の市民兵の士官として活躍する。フロンド派のアトス、アラミスには、もちろんのこと、敵対している、王室派ではあっても、かつての主人ダルタニャンには妨害は行わず、便宜を図ってくれる。リールの首切り役人。 三重氏にてミレディを死刑に処したことを後悔する。命尽きる前に神父に噴した、モードントに懺悔をする。議会派、編集オリバー・クロムウェル・イングランド議会派の長であり、五国教、チャールズ一世と敵対する、モードント・クロムウェルの忠実な部下。三重氏のミレディとウィンター教の実定の間に、生まれた息子、家督を告げず、無一文で投げ出した、ウィンター教を恨む。 あとに、リールの首切り役人により、母の死の真相を知り、ダルタニャン、三十死、ウィンター教への復讐を誓う。王党派、編集チャールズ一世イングランド王。政権を奪還しようとクロムウェルと敵対する。ウィンター教チャールズ一世に仕える。三十死でダルタニャンと、仲良くなる。モードントの叔父第一部、三重死とは違い、第二部、二十年後の日本語訳は、 鈴木力英役のみ、復刊 .com にて再販。詳しくは、ダルタニャン物語、日本語訳についても参照。第2部、20年後は三部構成。第3巻、我は王軍、友は半軍、第4巻、謎の修道像。第5巻、復讐記。ありがとうございます。